はい、工房節の永田です。鎖と書いて節と呼びます。はい、高松も今週末土曜日ですね。高松の宇宙遊泳のイベント、そして名古屋ペンランドカフェさんでのイベントを作品紹介しております。すいません、ちょっとね月火と作品紹介できなかったんですけども、また本日からしておりますのでよろしくお願いします。ルーチェペンの方に来ました。ただ今映ってるのルーチェアクロです。アクロインク、パイロットさんのね、アクロインク、うん、G2 タイプみたいな、あれなんですけど、ちょっとね、短いのでね、1センチくらい短いのかな。なので、それに合わせたルーチェペンということでね、すごい中途半端な長さなんですけど、ルーチェペンもちょっと1センチほど短いタイプとなります。あんまりね、新しく作れてなくって申し訳ない、こんだけしかないんですけど、お願いします。そして今度はこっちはコルタ。さらに短いやつ。4C のやつですね。4C なんですけど、4C のシーン直接は使えないので、アダプターをつけて使います。で、他のルーチェペンのね、アルミで作ってる 4C、もしくは、ジェットストリームのカスタマイズをするためのものとは、またね、4C、こっちの短いタイプはまた別になりますので、もう完全に別です。その辺はご了承ください。どっちもなかなか作れなくてね、うん、マジで仕込まなあかんかなと思ってはいるんですけど、こんだけです。お願いします。フィーネペも本当になくてね、シアメスローズウッドが2本だけあります。4万円ですね。はい。よろしくお願いします。はい。ルーチェペン。うん。シアメースのちょっと変わり目から入って、横から見ても面白いですよね。正面から見てもすごい、うん、もう本当に何これっていう感じのすごい目。そしてアフゼリア、そして1万円となってしまったサペリーの目ですね。うん、やっぱり目はいいです。はい。そしてローズウッドのコブ目ですね。まあいいやつ3万8000円ぐらいのやつもありますし、まあ、ちょっと濃いやつ、これとこの2本かな、濃いやつ。うん、これでも3つ4つぐらいの木使ってるんですけども、まあこういう濃いやつが好きっていう人も結構いらっしゃいますね。うん、まあローズウッドもルーチェペンご用意いたしましたのでお願いします。そしてアカランダも少しあります。はい、アカランダですね。はい、とアカランダと左3本がラオシャンズローズとですね。そしてハワイアンコアがあって、タモモク、カエデチンオク、そしてケンポラシの、ね、1万3000のが主にあります。はい。重たいやつも持ってきますよ。重たいやつはね、多分波板に並びません。このままケースごとで、並べますので、はい。カリンの紅白、いい方もありますし、まあ、シアメスもあるし、マブルトもあります。はい。こんな感じで。9000の部類のやつもありますね。あ、ローズウッドの項目もありますので、また見てください。はい。一瞬ハワイアンコアに見えるタスマニアンブラックウッドですね。そして、うん。リングギジ、この辺はオーストラリアですね。はい、スタビがしてあるものですね。こっちはタモです。はい。で、神代ケンポナシブラック、バザイローズとですね、また変わりもシアメスの変わり目ばらけてますけど、はい、こんだけいます。はい、一発目、その1の最後はですね、はい、シアメスじゃねえ、レースシーオーク。そう、1万4000円です。つぶつぶがいるやつね。うん。つぶつぶがいないやつは、1万2000円となっております。はい。メキシカンキングウッドを、まだタスマニアンブラックウッドのいいやつもありますね。キングウッドのいいやつですね。はい。ムクロジ、そしてアフゼリアとあります。まあ、アフゼリアもね、またちょっと、来年に向けて、うん、来年、東京ペンショーから、まあ、長澤さんのイベントに向けてね、アフゼリアもやってるんですけど、まあ、虫食いが多いということでね、使いづらい材なんですけども、はい。
まあこんな感じでご用意いたしました。はい、ルチェペン、うん、ちょっと今回ね高松まあ1日だけっていうのもあって、まあ僕のブースに来られるのはね、まあ100人ほどなんですけども、うん、フリータイムは ごめんなさいないのでもう大丈夫かな。あのもしかして出し忘れて今行きたいって思った人、うん、あのメールくれればもう一人二人ぐらいだったらいけるかな。うん、はい、メールください。はい、フリータイムはしませんということで、まあ、そうそう、話がごめん途中になっちゃった。うん、狭いんですよね。テーブルが、会議室のあのテーブルが一応2つプラス、まあちょっと自分で重機持っていくので少し並べれますが、全部並べれるところを使っても多分500本ぐらいしか並べれない。うん、ただ今パッとねざっくりやるとやっぱり1,200〜1,300本は持っていく形になりそうなんすよね。うん、はい、というわけで、まあ全部は並べれませんけども、なるべくバランスよく、はい、でまあパッパッパって売れていくようだったら補充しながらやりたいと思います。はい、まあでもどうだろう、半分ぐらい、100人中50人ぐらいは10代学生さんなのでやっぱりペンシルちょっと多めかな。まあそんな感じで並べていきますのでよろしくお願いいたします。